はい、どうも、こんにちは、メジンです。今回もですね、動物の森、やっていきましょう。今回どうしようかな。まあ、デパート、行ってみますか？とりあえず最後の枠の。はい、おはようございます。あ、お疲れ様です。デパートね、とりあえず。エントランス、売り場、二部屋、飲食スペース。飲食スペース？ははは。なるほど。ありがとうございます。行きましょう。どんな家ができるのか。家じゃないわ。デパートか。2階建てぐらいかな？外観。おー、なるほど。もう色だけかな。これ。で行きましょう。ありがとうございます。はい、まずどっからやろ。最初入って、あ、上ある。はーい。エントランス？エントランスって何がいるんだろう。受付。こっち系か。ほう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 。あー、これまたむずいやつやな。とりあえず、ま、こうは確定やねん、絶対。で、OK やから。あ、でも壁を、アーチの壁。ほうほうほう、なんか良さげ。いや、こっちの方がいいな。んで、高級っぽく行こう。んで、あとはエントランスってまず何やろ？それがわからんぞ。エントランス？要は受付的なとこかな。何が、新しいアイテムは？でもこの辺は、受付テーブル。この辺は違うやな、なんか。ん？コインロッカー。ああ、こういうの。こういうの置いといてもいいかもしれん。大向きに。なんで反対側に、向きが、こうね。お。あ、まあ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 、いい感じか。ほんで、あとは、受付的な場所やから、なんか、公園の時計？これはもうおかしいな。ポスター立て。こういうのあってもいいかもしれません。入ってすぐね。人目につくような場所に。ほう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 。ほんでもって、椅子とか、いるかな？椅子。ま、あ、こういうの。なるほど。これ置いたら、こっちも一応窓あるんか。窓は暑いよな、でも。こうして2個置くっていうのは。あ、でもあれ、リクレーン倒されへんやん。こうなるから暑いから。あ、これ却下やな。あと受付？電磁台？あ、展示台ね。でもこの辺はもう、超ラン。だこういうのがあってもまあまあ、なんか書くとこが、書くスペースあってもいいかな？端っこに。こういう感じで。あった。すごい高級感がすごいな、ほんまに。ほんで、あとはまあ時計が、まず、電飾看板、丸い。おお、すげえ。ちょっとここに置いとこう。んで、まあ、時計が必須だから。まあ、これは普通の時計でいいかな、オフィスの。これね。
で、あとはまあ電気か。上の電気。まあ高級感を出すにはやっぱり、豪華なシャンデリアやけど、なんか違う形にしたいな。下の照明。これなんなの？ああ。これか。なるほどね。ちょっと違うかった。もはや電気じゃなかった。こういうの、こういうのいいかもしれない。おお。なかなか、良さげ。まあ、この辺に、もう一個真ん中の方がいいか。まあ、これでよしと。で、あと、まあ、こっち側に、なんかちゃちゃっと、置くものがあれば、あ、椅子か、と。これカーテンとかないんやな。まあ、椅子は、ソファー的な、白いソファー。どうや。あれ何があるんやったっけ。もう一回離して、もう一個開けるな。やったらあれか。半分の方が、一応半分開けとくか。こんな感じでどうよ。こう。座ってみると。この、こいつの視点で見たいな、一回。でもいいか。隣へどうぞ。ほんで、あとは、何がいるんやろ。必須なもの。って言ったら何でしょうか。まあ、待合じゃあ、エンタランスやから別に何もいらんのかな。まあ、ロッカーもいるんかすらわからんけど、まあ、OK でしょ。次。よし、どっち行こう。3。あと3つあるんか。うわぁ、こっちや。二階へレッツゴー。飲食スペースか。どうなる？おー、オッケー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 。レジ？レジ？あー、店と一緒か。ほんじゃあ、ちょっと、明るめの、高級感はなしにして、誰でも行けるような、明るめのとこにしよう。パッパッパッ。ああ、これ。いいね。パステル？これに合うやつは？これか。これ無難に使えるよな。これすごいわ。ほんで、まあ、レジは今度奥に持っていこう。ほんで、レジ台。台ってどこやったっけ？あか、忘れてもった。レジの台が、どっかにあるんですよ。この辺は見てればね、このうち出てきますから。ほい、ほい。あ、ここありそう。ないぞ。ないです。レジの台がなくなった。前どっから見つけたっけな？なんかたまたま前は、探しちょって、たまたま見つけたんやな、確か。ここじゃなかったっけ？どこや？この辺か？まずまあ、これ置いとく。エアコン必須なんで、もうこんなん。エアコンなかったら、ちょっと夏場はね、夏場、冬場は、死んじゃうんで。あとまあ、これか。防犯カメラ。監視カメラ。ネジをこっちにするわけやん。まあ、こっち側に置いとけば、いいかな？ずれた。これね。ほんで、
時計はこれを置いとこう。この辺にドーンと。今レジの台、あれなんて言ったら出てくるやんな。レジ、レジ台、レ、これ出てくるんかな。継続。ああ、これで、うわあ、なんで検索したら出てくるのやん。なんか早いな。お？マジか。あれ何だろう。ブラウン？あ、なんかありそう。ぽい。あった、あった。レジカウンターね。覚えとこうも。もう覚えとこう。一生忘れへんぞ。君のことは一生忘れない。飲食スペースは2つあってもまあいいかな。あれ？なんでや？もうちょい離した方がいいの多分。こう行こう。二手に分かれて。ほんで、飲食スペースやから、机が、二つ。まず、どう置くか。配置をどうするかやねんけど、まあ、でかいテーブルを置いて、囲むか、囲んで、なおかつカウンター的ななんか、取り用のやつを置くか。いいね。これもこっちに置くと。はい、すいません。いや、これ多分あれやな。でっかくもここに置いて、飲食スペース、ちょっと待ってよ。あれか。あれもいるんや、ほんじゃ。でも机を、とりあえず置いて、バーっとまあ出してくれやろ、これ。ほう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 。これだと椅子を、とりあえず4つね、あそこに。下に4つと、あ、どんな椅子置こうかな。これ。あ、なんかあっとる、これ。でも、こうやろ？で、これの椅子は、なんかちょっと、あ、こっち系なんやけど、なんか違うやつ、ないかな。こっち系やけど、なんか違う。なんか違うやつ。あ、これ。これいいね。から、違う。こうで、んで、こうね。これで OK か。で、あとはなんか、台って言うんかな。陳列台を置けば、あー、ここね。アイス。お菓子の自販機。商品棚。これと、商品だな。こう置いて、これが入り口やから。あ、逆や。まあ、こんな感じでいいか。パッと。なんか、結構いい感じっぽい。すごい。今までにない、この感じ。どうや？なんか良さげですね、これは。これでも、くっつけた方がいいかな。くっつけて、なお、ここに置こう、なんかを。
換気、ジュース。ごめんなさい。ごめんなさいね。なんかないんかな。これは ATM。はははは。自販機、飲み物がないから、この辺違うもんな、だって。サラダバーは関係ない。自販機を、まあ、ここに置けば。おー、もう一個こっちの方がいいか。おー、なんかいい感じですね。エアコンどうしようかな。エアコンはこういう感じで。なんかもう、これっぽい。雰囲気がすごい。いい感じ。かもしれへんな、かな、これは。上出来よ、これ。来ました。んで、これ。あ、オッケーオッケー。頑張ります。次行きますか？降りて。16分か。まあ、一回ここで切りますか。ほんで、あと2つがなんか、何やったっけな。お店？お店っていうか、売店？なんて言うの？あ、売り場。あと2つ売り場あるんで、ね、次は、そっちをやろうと思います。というわけで、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。